はいえー、こんにちは、えー、競馬ブック半、えー、路調教担当の青木です、えー、では今週の狙い馬をちょっと2頭ほど挙げてみたいと思います、えー、まずは土曜日の競馬から、えー、メインレースシリウスステークスの、えー、9番メダリアビートですね、えーまあ、こちらね4ヶ月半ぶりの一戦になるんですけれども半、まあ、路の動きね非常にシャープですよねあの体もきっちりとね仕上がってますしの仕上がりねかなりいいと思いますんで まあ前走はねちょっとあの久々の芝ということで、大敗もね、これ度外視できる一戦と思います。まあ、ダートで、今回ハンでもね、55キロなら結構恵まれたと思いますので、まあ、今回ね、これ G3 にしてはちょっとね、メンバーも手薄な感じありますので、十分この馬の大がけがあるんではないかと思っています。えー、このね距離もいいと思いますので、先行できれば楽しみな馬ですね。まあ相手としましては、10番のグレープブランデー。 まと15番のフリソで3番の A ジ G ライン1番のインバルコ4番の名も、まあこの辺りを生まれんで買いたいんですけれどもまあねあの当日のオッツ次第でねまあかなりつくようでしたらもう本当手広くそう流しするくらいの感覚でもいいんではないかなと思っていますえ続きまして日曜日の競馬からなんですがえ10レースの道頓堀ステークスですね でまあ、こちらでね、買ってみたいのは、忍者という馬ですね。まあ、今回、昇級戦になるんですけれども、まあ、前回でね、もう距離適正がはっきりとしましたね。えー、結構、折り合いに難のある馬なので、やっぱり現状、1200メートルが一番合ってるのではないかと思います。まあ、今回ね、昇、まあ、級して、さらに流れも速くなると思いますので、まあ、この馬としてはね、競馬もよりしやすくなるのではないかと思っています。まあ、ちょっとね、金量が2キロ増える分がどうなんですけれども、 まあ十分一発の魅力があるんではないかなと思いますね。まあ、相手はね、アイラブリリー、オーシャン・カレント、シャイニー・ホーク、ダンス・ファンタジア、ハクサン・ムーン、まあ、さらにボストン・エンペラー、まあ、このあたりまで、ね、絡めて、まあ、ちょっと生まれんで流してみたいなと思っています。以上です。